どうも PO25 です。というところで、シャニマスをやっていきます。そしてシャニマスということは続きを読みます。ワールプールフールガールズでございます。前回を前半の方を読みまして、まあ、オープニングから3話までね読みまして、まあ、3話の最後にこう立ちばさみを返しに行ったんですね、友達に。そうで、そこで終わりました。まあ、そこで通ってる道に対して懐かしいという思い出話をして、さあ、まだ解散のね、お話というのはね、一向に進んでないわけでして、これからどうなるのかなというところになりますので、本日は4話からエンディングまで見ていきましょう。いきます、4話、占い、not for sale! いきましょう。鍵盤ハーモニカかな？え？急になんかすごい陽気な動画の音声。あれか、朝倉が前半見てたあのオカルト的なミステリアス的な動画ですね。控室かな？イワシグモ。それ何？ん？新しい本当の時代、ネオイーラが。何それ？やべ、近くにスマホ忘れて持ってきてね。やべ。なんだろう。出てくる。おすすめ。あ、なるほど。まあそうだよ、ね。たまにあるよね。そっか。この人。もうちょっと画面離れた方がいいね。そうなんだ。確かに。そんなに近くで撮ってるんだね。あ、電話かな。広告でか。あ、広告。あはあ。ガーイス。いやー、好きー、このメイクスタッフに。めっちゃ面白そうじゃん。おはようございます。やだ。めっちゃ面白そうじゃん、この人。よろしくお願いします。好きだなー。いいなー。2匹足りないし。いいね、メイクスタッフ2。大好きですよ。つか、2人どうした？そうですね、窓恋がいないですね。自販機？恋とは？ああ、買ってあげるの？あ、うん。レモンティーにしようかな。冷たいの。窓かと同じじゃない？うん。ありがとう。お、テレビマンだ。ノクチルじゃんって。もうテレビマンもノクチルわかるもんね。すごいね。お疲れ様です。お騒がせ。そうだね、解散の解散の話してますからね。へえ。ああ、え、ラジオの。お騒がせしています。なんか意見が食い違いそうな別れ方しちゃったね。そうで、意見が食い違いそうな別れ方しちゃったな。逃避な窓恋だもんね。なんか解散に、その解散ガチでしようとしてる2人と、そんなに冗談だろというのと、やりたくないっていう人2人で別れちゃったからね。やってるやってる。そうだね、もう慣れないとね、ノクチルのそういうのには。うん、どういうことなん。再デビューってことですか。フォーイヤーフォーエバー出た、ノクチル。
まあ、冗談にしたいですよね、この二人はね。怖がっちゃった。怖がっちゃった。まあね。変な流れ予防で押しとくわ。どういうことなの？どういうこと？変な流れ予防って何？なんで冗談なんですか？え？冗談じゃないの？しかもまどかが言うんだね。マジで解散しようとしてんの？それとも自分たちの発言には責任持ちますよってこと？男気的な問題ですか？再デビュー、あー悪いこと考えてるわ、この窓か。冗談です。あー、そういうこと？すごい、大変大変、やばいやばい。で、フォーイヤーフォーエバーの近くにロクチルは呼ばれるってことね。じゃあ一回解散してるからありみたいな、そういうこと？あれ、デビュー、未デビューのユニット4人組っていう話なんで、あれ、一回、おぉ、一回その、解散してるからありですみたいな、なんかそういうトンチの効いたあれってことですか？ルールブックの盲点みたいな、空白の1日みたいな。江川さんをめぐる空白の1日みたいな、そういうことですか？チーズ。福丸さんも。こんにちは。知り合いなのかな、この二人。あ、なに、朝倉と小糸で行ったの。いいじゃん、遠吠で行ったんだ。こんなに長引くんだったら返しに行くの今日じゃなくてもよかったね。一人ずつだったしね。別に間に合わなくてもいいんじゃない。物返すだけだし。そっか。それはびっくりするよね。唐突に鍵盤ハーモニカ使うのなんて小学生とかだもんね。そうだよね。すみませんでした。桜が出しだよ、そんな。そうだね。そうだね。ごもっともですね。あ、桜が出しだよ、そんな。そうだね。それだったらひなな、なんか飲みたい。ああ。コンビニ入るか。CM 見て、CM も出てるんだ。え、見るんだ、テレビとか。どういうことなん？どういうことなん？あ、ガリ弁な、頭のいいタイプの子だったんだ。うん、はぁ、あんま見ないし、まあ、じゃあ、まあか。まあ、あんま見ないし。よかったね。はーい。ほう。ん？犬？うん。よしよし。朝倉と犬って相性良さそうだもんね。そんな朝倉って犬って感じがするもんね。うん。待て。追いかけ。どっか行っちゃった？追いかけてる追いかけてる。
ああ、この二人が。はい。頑張って。頑張って。この子、ああ、なるほどね。この人は、小学校まで同じで、高校めっちゃ頭いいとこ、めっちゃ頭いいというか、なんか、それなりに高いとこ行ってるんだね。あ、嬉しかったね。嬉しかったね。ああ、今月占い特集だ。占いって…戻ってきた、戻ってきた。逃げんな。早い。へえ、占いが何？当たるの。ああ。ああ。まあ占いって都合のいい解釈できるからね。いい日は信じるし、悪い日は信じないしみたいな。あ、あれじゃない？フォーイヤーフォーエバーじゃない？当たりにしたいかどうかじゃない？バイバーイ。さようなら。うん。フォーエバーの件。フォーイヤーの方を選ばないんだよね。しゃ。しゃあ。プロデューサー、フォーイヤーの方を選ばないんだよね。フォーエバーの件なんだね。まあ、どっちでもいいけど。2つ返せたね。まだめっちゃあったよね。なんかあるって、なんかそのコミュ内で言及してたのは竜王のあと飛車だけど、まあなんかメモではめちゃめちゃまだあったよね。竜王。ああ、来ますか、行きますか。さあ、そんな中で1話が終わりました。さあ、飛び車ですね、次。なんだろう、やっぱノクチルのコミュってその独特の BGM がすごいこうエモさを際立ててるっていうのがやっぱりこれ読んでてすごく感じましたね。うん、こう悲しくなっちゃうというか。ね、まあフォーイヤーの件はやはりこうあれですね、ノクチルが選ばれたというところで、で、これでライブをしてっていう感じなんでしょうけれども。多分、解散はしないんだろうな。飛び車行きましょう。新人さんの
デビューのためのフェスでしょ。そうなんだよ。すぐ、多分そこを曲がったら。そこ。まだコミュニティセンターいたりするのかな。そんなことはないか。へえ。大物枠なんだ、じゃあノクチルって。そっち側で呼ばれてんのかな。ちょっと緊張するね。いるかわからないけどね。あ、もうでもノクチル4人で襲撃したらとかめちゃめちゃびっくりするよね。その昔組んだ女子って言ってたけど、なんかノクチル4人が急に来たらびっくりしたよね。なんだ、何事かと思ったら飛車だけ渡されるって、なんかすっげえ、なんか番組の何かのドッキリかと思っちゃうぐらい。誰が行く？一人で行くの？誰が行くもクソも朝倉じゃないよ。だって朝倉のから。トールちゃんは行かないと。そうだよね。そうだよね、こいつ。じゃあ、大物か、うちら。そうみたいですよ。今年で言うと誰だ、大物って。マーウィン・ゴンザレスか。マーウィンのね、初ホームラン私現地で見れまして、めっちゃ嬉しかったね。しかもタイヤ君から打ったからね。いや、なかなかいるね。え？ああ、みんなが投票してるやつでしょ。なるほど。なんか大物でもないし、ネタ枠。うん。そうなんでしょうか。あれ、何、飛車忘れた。うん、なんか解散しますっていう話がなんかすごいこう、うまくいっちゃった感じがするね。で、解散？何？ここ。あはそうだね。そっか。じゃあ解散しちゃダメってこと？やば。解散までを長くしようってこと。すぐ解散しないよってことか。あ、一つでもステージに立たせたいから、もう機会があれば立たせてやろうっていう話だね、ファンの人はね。さら地になってるね。ちょ、どこ行った？
この並び順懐かしいよね。なんか最近なかったから。あ、なに、なに、竜王なんじゃない？これもしかして。竜王実は芸能界の人になってたみたいな。返せなかったね。あ、個別で欲しいの？魔法がね。トール先輩たちは他の先輩のとこ返しに行ったよ。ひななだけ帰ってきたの。ひななだけ帰ってきたの。面白いね。しかもひなな帰ってきて朝倉の家いるんだね。しかも恋人は別の場所に来たよね。竜王って人どこに引っ越しちゃったんだろうね。引っ越しか。すごいな。仲いいな、朝倉のお母さんとひなな。スイッチ目じゃない。ああ、あったね。コインランドリー。昔借りました。うん、すみませんでした。しっかり言えたね。今回はその隣にいる側近がとんでもないからね。一つでもふざけたら何されるか分かったもんじゃないから。容赦なく朝倉に何かできる人間ですからね。ノクチルナでね、隣にいるのがね。何を借りパクしてたの？いっぱいしましたよ。へえ、将棋の駒だよ。あ、竜王にはね、そうだね。将棋なの？そうなんだ、朝倉。将棋知らないんだ。まあ、だから飛び車って言ったんだろうし。ひななも、なんでそれ持ってたのかは知らない。あれじゃないかい？その、一緒に遊んでくれたから、結局その、来んなよっていう拒絶したけど、でもその、朝倉がすごいあのそういうの気にしないタイプだから、一緒に遊んでくれて、最後なんかその引っ越しが実は決まってましたみたいな、朝倉が覚えてないだけで、最後コミュニティセンター行った時に俺実は引っ越すことになったんだっていう話になって、うん、そっかってなって、代わりに俺これ一番好きな駒こいつだからさ、俺の思い出忘れないようにこれ持っといてよって言って、あの飛車渡したんじゃないの。で、朝倉それ完全に覚えてないみたいな。もういらねえ。いらないよな。よし、1000円した。言わなくていいんだよ。言わなくていいんだよ、そういうの。聞かなくていいの。あ、で、知らない？竜王の住んでるとこ。知ってんのかなぁ。つか、なんでこの人コインランドリーにいるんだろう。洗濯でもしてんのかな。ひななちゃんだ、なんだなんだ、すごく。いいなぁ。朝倉のお母さんと一緒に食べるのね。やはー、いいの。どっちかが犠牲になっちゃうじゃん。そうだね。トール先輩ママは食べるの決定なんだね。そう。いいな、朝倉のお母さん面白いよね、やっぱな。うん、朝倉のお母さん面白いわ。いいな、それで友達みたいな感覚で話せる友達のお母さんっていいですよね。うん、そう、知らなかったら忘れて。知ってるんだ。うん。ねえ、ノクチルが亡くなったら寂しい？どうなんでしょうね。お母さんか。ファンに聞いてないからね、一番回答が難しい。
ノクチルなくなるの？わかんないけど、いつかはそうなるでしょ？そうですな。そうだね、ノクチル学業優先だからね。なんか占いも言ってた。けど先生になりたいんじゃないかな。なんかどうなんでしょうね。なんかあれでちょっと若干先生に気向いてなかった。夏休み学校で。あ、ほら読んどいてよかった。ほら読んどいてよかった。あ、そうなんだ。ノクチュルだったらどうするよ。ノクチュルだったらどうするよ。トール先輩ママはいいな、自分のことそう呼べるの。そっか。どうする？してもらってもいいすか、連絡。おう、行きますか。数学も終わらせとこう。そうだね。なんかそういうドラクエ的な何がですか。はい、というところで、5話飛び車も終わりました。ここで一旦、私は切ろうかなと思います。録画の関係で切ろうかなと思ってますんで、ちょっとお待ちくださいというところで、まあ竜王が果たしてどこに行ったのかっていうのも少し気になりますが、はい、なんだ、締めの言葉は分かんない。とりあえず一旦切ります。カット。はい、というところで、一度切ってきました。では、6話からエンディングまで行こうかなと思います。行きましょう。帰る、行きます。スタートです。まぁ、ちょっとね、エモーショナルな感じになりましてね。名物和牛そぼろ煮弁当。弁当ですね。サチモリイクラ丼弁当。高そうだけど大丈夫ですか。大丈夫か、こいと。カニだぜ、こいと。プロデューサーはこれでいいか。あ、何、プロデューサーにお土産買うの。この衣装だね。お、チキン唐揚げライス。バカっぽ。バカっぽ。ニコニコチキン唐揚げライス。かわいいね、こいつは。
そして御朱印章を着てくれるんですね、ここからね。いろいろ衣装着てましたけども、ここに来て御朱印章なんですね。ありがたいね。まどかちゃんはどうするか。ドリカマ弁当。お、いいですね。なんか扇風機いいね。あとお茶も買う。あったかいやつ。いいね。マドカだけあれじゃないね。御朱印じゃないね。そう、マドカは御朱印は仕事着だもんね。ひなな、お土産も買おう。まだ行きだよ。行きなんだ。行きにプロデューサーのお土産はちょっと早くない？帰りでよくない？いいですね。あ、前のね、なるほどね。あ、竜王に返しに行くと、この会場に行くついでに竜王に返しに行くと、なるほどね。あ、でもお詫びのお菓子は買っておく方がいいよね。そうだね。来るの？あ、いるんだね。いないんかと思って、いるんだ。いたのか、プロデューサー。じゃあ、プロデューサーがいるということは、私もいますから。プロデューサーの千年パズルの中に入ってますからね。ひっくり返ると竜になる駒。あ、そうなんだ。いや、私将棋全然わかんなくて。なんかその、王を取ったら勝ちってのは知ってるんですよ。ただこの駒がどうやって進めるっていうのが、まず歩兵ぐらいしかわかんなくて。あと、王だね。うん。だから、裏返ると竜になるのは、そうなんだね。うわ、ダメ。どうなんだ、会いたくない。すごいね。あー、お前ら勝手すぎる。そうだね。何、会いたくないって、なんか、だろうね。なんかした朝倉。何げ？あ、そうなんだ。あー。なんで住所教えんの？一応。来てほしいんじゃん、本当は。来てほしいんじゃないかよ。新幹線乗ってんだな。残念だったな、竜王。めちゃめちゃ新幹線乗る仕事してんだよ。竜になる。押し入れの奥で忘れられてないんじゃない？そっか。逆に押し入れの奥にめちゃめちゃ大切に保存してたって可能性もありますからね。うん、朝倉は。でも郵送とかでも良さそうなのにね。直接会いたいのかね。全然覚えてないの？ね、まだ覚えてる、もしかして。いや、通るな。まただ。ああ、なんだ、そういうこと？
で私たちがお邪魔して、うん、そうね、お山だっけ、うん、で別に入っちゃいけないとか決まりはないけど、クラブが優先みたいな雰囲気になってた。うん、それはなんとなく覚えてる。集中するゲームだもんね。センター内のクラブ。あ、なるほどね。竜王さん、いつも怒ってたね。でもトールちゃんもまどかちゃんも全然聞かないから。まあ、うちらもしつこかったと思うけど、それで。うん、置いてたひななのランドセル、思い切り蹴られた。なんだって。なかなかやばいよ、お前。ひやな。しかも、ひやなんだね。なかなか、なかなか。なるほどね。それは、ちょっと覚えてる。怒ってる。そっか。ひななちゃん。あ、ね、神奈川から来た。あ、そういうこと？こっちの方に越してきたくらいの頃、蹴られた時は図書室かどっか行ってたと思うけど。あ、ひなな、いな、ひなな不在。ひなな不在だったんだ。そっか、ひなな自体は蹴られたこと知らないのかな。なかなかちょっと竜王も悪かったですね。なんか。なんか全面的に竜がちょっと距離取ってるだけかなと思ったら、朝倉たちが結構邪魔してたんかなと思ったら、なんか竜も結構悪かったっすね。悪ガキですね、うん、それで15で不良と呼ばれてそうで、うん、聞いてるなら自分で説明して。聞いてたんすか。え、どういう配列なんだろう。後ろ、前後ろかな、それとも横並び4列ってことないじゃん、この状況から。横並び4列で、その間がなしに、この通路を挟んで22で分かれてるのかな。お弁当のゴミ捨ててくる。え、聞いてた。あ、聞いてたの。ひなナのランドセルが蹴られて、どうしたの？捨てた。飛び車。あ、マジで？窓から。仕返しってことか。へぇ。なるほど。じゃあ、竜王は別に貸した記憶はないんだ。で、朝倉が勝手に探して勝手に持ってたんだ。で、いつか返そうと思ってたら、多分竜王来なくなっちゃったんでしょう、多分。めっちゃ大事にしてたやつ。あ、竜王と自分から名乗るぐらいだからね。あの、後ろになると竜になるやつは欲しかったんだね。あはー、復讐してくれたのか。何が一番さ、面白いって、ひななが不在なのが一番面白いんだよ。あ、お守り的、そういうことなんだ。使ってたとかじゃなくて、で、やるゲームするとき出してポンと。切れてた。めっちゃ。どっちが？竜王が？朝倉が？朝倉もでもいいですね。やっぱ幼馴染だし、まだこうちょっとね。アイドルの追っかけとか言ってたけど。そうだね。まだちょっと引っ越してきたばっかでこっちに慣れてないというところもあって、その。結構サポートが必要な期間だから、そういうところでもこう朝倉がね、こう
怒ってあげたっていうのはなかなかちょっとですね、なんかやっぱ幼なじみなんだなっていう、なんか慣れ初め知りたいよね。そうなるとね、ひななとこの3人のその小学校転校してきてからの慣れ初めみたいなやつ。将棋はやめたの？どうなんでしょうねどうなんでしょうね。聞こえた？やってないの将棋？試験落ちてたから。何のこれ？ああやってんじゃんじゃん。あー言ってた、めっちゃ。俺はプロになるって？プロになるって。あー本当にそう言ってたんだあ、そうなんだ、やってるんだねやってないとかじゃなくて、やってるけど推しの話しかしないんだ。なるほどね。これ推してるアイドルノクチュルだったらめっちゃ面白いのになの推してるアイドルノクチュルだったらめっちゃ面白いのに。ゴミを捨てに来ただけです。はい。プロデューサー立ってんのかなじゃあそうなんだ。中途半端、中途半端良くないぞ中途半端良くないぞ。竜とか王って感じじゃないよ今あいつは、あいつ、あいつだって、あいつ。どうでしょう、追っかけが中途半端良くないね。押すなら全力で押しとこうぜ。でも後悔するぞ後で。シグモだ。あれですか動画投稿者が言ってたやつですか。始まるのか、なんか。なるほど、なんかで、これでエンディングいっちゃうんだ。なんか、大丈夫なのかななんか、一気に終盤でガタガタと解決しないよ、これ。大丈夫？さあ、じゃあエンディングいきますか。各自決行されたし。フォーエバーの口。やめんなやめんな。あー、いっぱい来てる。そうだね、私たちのタオル結構見えてるね。ノクチルのタオルがあるんですね。まあもちろんそのノクチルって書いてある、あのノクチルっていう文字と、あのいつものロゴマークが書いてあるタオルもあるんでしょうけど、メンバー個人のタオルもあるんですかね。どうなんだろうね。でもそれな、まあそうか、うん、朝倉が一番売れてるのかな、やっぱな。いや私もタオルって集めるのを好きでして、ベルナドームに行ってきたんですけど、ベルナドーム今年もねあるんですよ。オールプレイヤーフェイスタオルが、支配下選手全選手が対応できるタオルが実は置いてあって、それが、毎年私がその、球場行く時の楽しみなんですよね。そのデザインが変わってるとか、あと、なんて言うんでしょう。
こう今年はなんかこの選手を揃えて応援しようみたいな、いうのを取り決めるのがすごい楽しい時間なんですけど、あのねすごかった。前回行った時、開幕3連戦行った時、なんかその開幕戦はね誰も売り切れなかったんですよ。その時も私誰買おうかなってすごい悩んでて、なんか開幕1軍入ったし青山くんいいなっても思ってたし、まだその守護神で登板する前なんだけど、思ってたしさ、あとなんかいろいろ、まあ古川くんとかもいいなって思ってたんだけど、ただすごい並んでたのよ、試合前。めちゃめちゃ並んでて、なんか、ライオンズ焼きの日じゃないぐらい並んでて、あ、これちょっと後でいいやと。じゃあ、ちょっといろいろ考えて、最終的に総合で3戦目の終わりに買おうかなって思ったらさ、やっぱ2戦目以降ちょっと売り切れが出てくるわけですよ。青山くんとか山村くんがその売り切れるのはわかるんだ。その、あれだからね、なんていうの、開幕一軍が入ったし、その活躍もしたし、活躍したっていうか、その開幕1軍が入ったし、山村くんはスタメンだったし、青山くんはね、前日守護神で出てきて、ちょっと打たれちゃったっていうところもあって、応援したいっていう気持ちがあって買うのもわかるんだけどさ、川野くんとかが売り切れててさ、すごいなんか、いいなっていうか、なんか面白いなっていうのを思った記憶がございます。ちょっとすいません、トイレ行ってきていいですか？ごめんなさい。はい、というところで、ちょっとね、申し訳ないです。というと、一旦切りましたから、続きやっていきましょう。タオルの話ね、話切れてよかったね。うん。やめんなぁ。じゃあ、行きますか。行きますか。頑張って。そうだね、プロデューサーね。そう、プロデューサーちょっと待ちだね。行ってきます。もしかしてノクシルこのライブに招待した？でもそっか、行く途中の乗車駅だから、そう、唐突に新幹線で来てくれとは言えないか。ノイラーやで、って関西でやってるんですか？そしてこの関西の、何で、関西弁合ってるんですか本当に。待って。多分、地図だと、こっち？逆？スマホ動かしたら、地図も動く。そうだね。困るよね、あれね。そうだね、プロデューサーね。郊外ってどこもこうなんじゃない？あ、確かに。そういうことね。確かに似てるね。似てるってか同じなんだろうけど。人で人間でさ。あ、いいですね。お、出た。出た？何が出たのよ。時間ないんじゃないの？大丈夫？あ、でも前乗りか。前乗りだからいくらでも時間はあるね。大丈夫大丈夫。よしよしよし。思い出した思い出した。いくらでも楽しんで。本当に
証みたいだね。ねえ、困ってその時捨てたんでしょ？うん。なんで持ってるの？探したんだろうね。のび太くん的に、のび太くんみたいに。変な発音してる。のび太くんみたいにね。のび太の結婚前夜みたいな感じですよね。ああ、落ちてた。あ、なんだ。茂み。かくれんぼとかしてたら。必死に探したんじゃなくて偶然見つけたんか。そんな。竜王、見つけられなかったっぽい。ちょっとかわいそう。まあ自分がしたこともね、悪いけど、自業自得だけど、でもちょっとかわいそう。そっかー。リュウさんは、今。こいつは呼び捨てできないんだね。将棋。やめちゃってるのかな。だから返すっていうか、もう一度やってもらう。ひっくり返しに行く。紫多いね。あ、こういった推しが多いのかな、意外と。あ、これ、この絵なんか黄色も入れてあげとかいいんじゃないですか。なんでこれ黄色が一つもないんだよ。まあ別にノクチュル用に書き下ろしたやつじゃないんだろうけど。ういあざーす。喋りまーす。ん、これ最初？いたね。すみません。小学校の時同じ学年だった。ガチできたって思ってるんだろうな。あー、突然ですが、一番最初のやつですね。あー、じゃあ解散しますっていう情報の初出はラジオだったんだね。で、ここで改めて解散しますって言うんだ。帰れよ。ああ。うん。返しに来たものあって、すみませんでした。私たちノクチルは、ここで解散します。その続きがあったんだ。なるほど。じゃあ続き聞くわぜ、みんな。まあまあ、
なんだ、どういうことかな。その、このライブの MC の時のマドカのテンションって何なんだろうな。トール先輩、まだ喋るよ。ああ、なるほど。すみません。返したくて、でも。ちょっと読みます。決めたこと。ここ来るまでに。あ、カンペがあるんですね。まず、このステージに乗れるように盛り上げてくれてありがとうございます。 SNS でね。勝手に返すな。なんだ、まだか、どうした。不敵な笑みを。してくれようとしてハッシュタグで投稿してくれていたと思います。そういう風にしてくれてありがとう。ですが、まあ自由な人たちですから。人生にフォーエバーはありません。まあそうですね。そうだね。うん。そうですね。人生にフォーエバーないね。やべえ、できた。よかったですね。ホテルだねこれね。すごいっぽい言葉。明日の。あ、なんか宿泊、前乗りの宿泊のところが見えるのはなかなかないですね。ザ・ホテルって感じだね、ブーブー。皆さんも、あ、すみません、ここで読む人変わります。誰になるんだろう。コイトなんだ。頑張って。頑張って。皆さんもそうですよね。4人全員読むのかな。将来とかも いっぱい予定があるかもしれません。でも今のままで痛いって思うかもしれません。そうだよね。どこでどういうことが起こるかわからないし。一応4人が全員読むんですね。我々は自由でいたいです。言っていい？我々って。人で人間のあれですか、宇宙人の話ですか。それひなが言う。土星の話ですかそれ。それって好きにひっくり返せばいいってことでしょ。
ですが、ですがここに来てくださっている人に私たちの言い分だけ押し付けるのも違うかもしれません。少なくともいろいろなものをもらったりお借りしたりしているので、何も借りたくなかったけど結果的に。一人で黙んなよ。あ、ノクチュルじゃなかった。推してるアイドルノクチュルじゃなかった。ノクチュルだったら面白かったのに。中途半端に推してる人がそれ言うなよ。あんたとか。いつも勝手をさせていただいているので、今日はこれまでいただいたものをお返しするステージにできればと思います。でも永遠にそうできるわけじゃない。お互いに。おーい、じゃあ置いていくから、ここ玄関とこ。そうだね、出てこないならそうするしかないね。それかポスト入れとくかね、どっちかだね。ひっくり返しとくから。竜にしとく。だから毎回解散して、そういうことす、ま、毎回結成します。え、仮何仮をゼロに毎回するってことか。やべえ、わかんねえ。常に新鮮味がありますよってことですか。明日のこと考えながら帰ってきたよ。偉いですね。はい。永遠に一緒にいるより永遠みたいにしたい、今を一緒に。またクジラですね。クジラの鳴き声をいつものように聞いていただいて、切れられたね。そうですね。正論じゃない、めちゃくちゃ勝手だし。まあ
でも終わらないし始まらないし、お互い返さないと。じゃあ小糸ちゃんこのセリフね割り振りしてる。これ全部朝倉が考えたの切れていい。ノクチューンのファンは強いから。じゃあ曲終わったから撮っていい？ああ、でここで撮るんだね。すごいね、これ観客入れようとしてるんだなんですかこの BGM 初めて聞いたんですけど。行くね。なるほど、じゃあ見ていいですか。まあ見れるんだけどね、後でね。なんかここで見るのはさ、またちょっと別のあれが出るじゃないですか。これ一応全員映そうとしてるんだね。でもこれ360度に客がいるタイプじゃないのかなこれなまあでもいいね、なんかこういうところにスマホ持ち込んでいいんだなってやっぱりちょっと不思議に感じるけどねそうだね。いやでも仲良くて何よりですね、ノクチュルがね。掛け声、あれで行こう。なんだ？イエーイ。イエーイ。ね、イエーイ。これが掛け声？じゃあ、みんなで行くよ。なんか掛け声ありましたっけ？ノクチュルってなんか写真撮る時に掛け声あったっけ？なんだなんだ。氷河期氷河期。これなんだ。それってこんな浸透してたんですかシャッター押すのにむずくないか。氷河期氷河期は結構そんなにこれそんなにこれ浸透してるんだね氷河期ってね。みんなもその一斉あれで行こうねって言われて分かるぐらいに浸透してるんだね。そうなんだ。氷河期もびっくりだよ氷河期くんもびっくり。ここに来て、ね、現代にやって唐突になんかゲームの掛け声で使ってて氷河期くんもびっくり。うん、ねえ世界。あ、世界に語りかけてるひなな、知ってるよ。次また再結成したら一旦ここで解散ですもんねまたまたハッピーエンドってこと。じゃあ行こう。1回目。それなんかこの解散の言い方だとその場でなんかよし今日は終わりで、あ、お疲れ様でした解散っていう感じが解散じゃん毎回ノクチュルラストライブってつければライブのあれにノクチュルラストライブってつければというところでありがとうございました。はい。
まあ、最後のねあれを見る限りやはりこのコミュの主人公というかねちょっとこう中心にいるのはヒナロなのかなっていう気はしてますね。うん、やっぱ報酬カードですからね。結構そのノクチルのコミュってそのいろんなところの中心に恋人がいることが多いんですよね。なんかその語りというか、ね、転換とかもそうだったけどなんか結構恋人が前面に出てる感じもあったんですけど、今回はどっちかっていうと恋人を控えめだったね、ワールプールフールガールズは。うん、ただその分恋人が一段とあのちょっと可愛かったなっていうふうには感じてます。あの小動物的な可愛さです。はい、そんな感じで読んでいきました。ワールプールプール、ワールプールフールガールズですね。こちらになりますけども、ちょっとね、こちらですね。はい、いやー面白かったね。やっぱりこう初めてのリアルタイムノクチルイベント読む会があったな、読む会があったなっていうか、なんていうんですかわかんなくなっちゃったけど、うん、読んでよかったなと思っております。楽しかったです。はい、まあ、というところで次の動画がですね、そのこのひなの、あ、ちょっとこっから見れないんだ、こっから見れないんだ、トレーニングで、アイド一覧から次の動画をですね、その、また千雪さんのウィング一旦お休みで、ずっと休んでる気するけど、このひななかさ、このひななの、この、この二つのコミュか、もしくは、五周目衣装の、ま、とりあえず小糸は絶対見ようと思ってるので、ま、ここら辺、このノクチル。小糸もそうだし、マトカも読んでない、ひななも読んでない、朝倉も読んでない。せっかく揃えたからね、ここら辺読んでいきたいなぁとは思ってはいるんですけれども、まあ、どうなるかはもうちょっとわかりません。というところでありがとうございました。チャンネル登録の方もね、お待ちしてますので、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。バイバイ。あ、ごめん、あれしよっか。ごめん、ね、終わろうとしたけど、最後ちょっと無料10連引いてもらおうか。なんかね、この無料10連めっちゃ千雪さん出ます。SSR の。しかも全部同じなんだよ。被るんだよ。さあどうなるでしょう。おー、これは持ってるのかな？持ってるんだね。はい、というところで、こちらでございましたね。冬子さんですね。はい。まあ、そんな感じで終わりでございます。ありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしてますんでよろしくお願いします。では、バイバイ。こうやって会えたこと。